引きます。8番の木村博士は引きました。打賞周回の1コーナーです。1番の小林の力は3番手に上がって、8番木村博士は3番手のインコース抑える。1番小林の力、ここで小林の力が仕掛けてジャンです。ジャンで先行体制、小林の力難関勢、1番3番、8番の木村博士は車を下げて2センターから仕掛ける体制か。1番の小林が逃げていきます。後ろは3番の高橋正幸、外から来たのは8番車木村博士、北日本勢が行きます。最終1コーナー、8番の木村博士が行き切れるが、1番の小林の力も懸命に踏み込んでいく。さあこの両者踏み合いとなって最終バック、残り200を切ります。1番小林の力粘る、外に8番の木村博士、この両者踏み合って並びながら4コーナーを回っていく。1番小林の力が突っ張り切る。1番小林の力先頭、後ろは5番の山田敦也が切り替えている。さあ山田敦也が追い込んだが、小林との接戦。村上も上がって6番の市川健太も前に踏み、打賞周回1コーナー、市川健太が突っ張る。2番車の村上直人との踏み合いとなった。踏み合いとなっています。6番市川健太は叩かれて交代。ジャンで2番車村上直人が出ました。2番8番、そして4番立川風に3番手南関寺が行って、3番伊豆谷元気が一気に復活していく。4コーナーまた3番の伊豆谷が一気に難関勢を叩き上がって、400を今切ったところ、先頭に躍り出た3番伊豆谷元気、後ろは7番の三浦俊樹、愛知勢に5番の大前博之、このラインが後続を引き離しました。2番車の村上の様子を追いかけるも差は広がるばかり。200を切っての3コーナー第2センター、ぐんぐんと飛ばしていく3番伊豆谷元気、飛ばしに飛ばして第4コーナーまた車間を切りながら7番の三浦俊樹、さあ4コーナーまで直線、伊豆谷元気が粘る。伊豆谷元気が粘り切りました。3番7番そして5番あたり、誘導員の後ろに入った6番山崎照信、中部近畿ライン、3番戸田光平が4番手のアウトコースに上がって、打賞周回の第2コーナー、戸田光平が車を進めていきます。6番山崎照信はどうするのか。さあジャンが鳴りまして、6番山崎照信はインネで回りました。山崎照信はインネ回りです。3番戸田光平が一旦流して、9番車の桜井正孝がまだ前の動きを見ながらの体勢、4コーナー余ってのホームストレッチ、400を切りました。6番山崎照信は3番手に引きました。3番5番四国勢でいきます。四国勢2車で第2コーナー、3番手6番山崎照信、9番車の桜井正孝がここからまくってまいりました。桜井正孝がいい足で上がってくる、一気に来た。3番の戸田の後ろ室井隆二も離れて、9番車の桜井正孝が3番の戸田越えを捉えて先頭に立った。後ろは1番の渡辺正純が食らいつく。9番の桜井正孝が先頭で五輪です。9番1番そして2番あたり、6番の山崎翼、九州勢が上がって打賞周回1コーナーです。後ろは依然として並走、インコース1番松尾通る、外に9番米原大輔、3番手に3番新井春樹、ここで勢いよく2番の島津拓也が行きました。ジャンとともに先行体制、2番車島津拓也、地元トリオが出ました。2センター2番5番8番、6番車の山崎翼が4番手、その後ろはまた取り合いになった。400を切りました。6番車山崎の後ろは1番の松尾徹が取り切った。3番新井春樹は7番手。2コーナー、2番車島津拓也、ギアをチェンジしてさらに加速していきます。後ろは師匠の5番近藤俊明、8番の三井武史、ここから3番車新井春樹がまっくり放って現在4番手まで行っていますが止まっています。先頭は2番車の島津拓也、後ろは5番の近藤俊明です。さあ5番の近藤俊明が追い込んで五輪、5番8番外から7番吉田博正、7番車の上幸宏、強引に抑え込んでいく。これで2番の小林大輔がちょっと離れてしまいました。内からすくって1番島川が突っ張ります。バックストレッチ、
突っ張られた7番上池宏が2番の小林大輔に迎え入れて、中段に再び関東ライン、3番車の藤田大輔が7番手となって第4コーナーを回りました。ホームストレッチです。1番の島川雅樹が主導権を取ります。今 400m を切りました。マークは9番吉永義弘、3番手6番田辺生の中段、4番手は7番の上幸宏、3番の藤田7番手で中段からまくるのは7番の上幸宏、まくり放った関東勢、7番上幸宏、9番車の吉田がブロックする、内に入った2番の小林大輔、内を救おうとする、4コーナー、ここで落車があった5番車、1番の島川雅樹が踏み直す、島川雅樹が踏み直して粘っている、外から3番車が伸びてきた、藤田大輔が直線強襲。近畿勢は引きました。誘導員の後ろに入った九州勢、2番松川隆弘先頭、アウトコースから来るのは9番車鈴木信之、1番岡部義行がつけて、6番車山崎正幸が3番手で、このラインが上がってジャンが鳴ります。ここで勢いよく行ったのは3番元砂。近畿勢が出ました。2センター、9番車鈴木信之は内で粘りました。旗団の後ろで粘った9番車鈴木信之、番手を狙う競争となりました。今 400m を切って、今度は2番車の松川隆弘が仕掛ける。1コーナー、3番元砂の逃げ、後ろの番手争いは9番の鈴木信之が制した。2番松川が伸びきれない。2コーナーからバックストレッチ、逃げる3番元砂、1車線離れて9番の鈴木信之、外に向かう5番の旗団、旗団が意地でもう一度追い上げる。第4コーナー待った、先頭3番の元砂、旗団が番手を取り返した。先頭3番の元砂逃げ切りました。3番5番ゴール寸前、1番岡部が落車しながらゴールイン。今がまだ7番手です。8番の日野博之が上の信号を見ています。2番車の早坂修吾も後ろの同型の動きを見ながら2コーナー、そのまま早坂修吾が逃げていくのが、外から来たのは9番車上野慎吾、上野慎吾が一気に仕掛ける。早坂修吾もジャンで踏み込むも上野慎吾がかます。3番車の松坂余計、2番手4番の丸山圭一が地元勢についていけません。9番3番地元の2人が行って、5番車の芦沢がブロックして4番丸山を交代させる。2番車の早坂修吾3番手、今度は7番の畠聡が自力で行く。2コーナー、ここで2番車の早坂修吾番手から出る3番松坂洋平、松坂洋平番手まくり、続いて2番の早坂修吾、畠聡が3番手、1番の吉本哲郎4番手で4コーナー待った、先頭は3番松坂洋平で帰ってくる、後ろは2番の早坂修吾だ、松坂洋平先頭だ、松坂洋平がそのまま先頭で押し切りました。3番2番そして7番畠聡、8番の広田敦史、中段から1番の北鶴翼も上がっていく。7番新座正史も前に踏んで、北鶴は一旦引きました。これで7番新座正史のラインが中段になりました。北鶴翼が7番手、ジャンが鳴りました。8番広田敦史、広田敦史が2センターまだ流し気味、5番の西川近江が切り替えた。西川近江がここはセンターラインに4番手に切り替える。1、2、7番の新座正史 400m を切りました。広田敦史が逃げます。7番車の新座正史が4番手を守り、3番の神山一郎その後ろ5番手、1番の北鶴翼がここからまくり離す。北鶴翼のアタックも7番車の新座正史も中段からまくる。北鶴翼がもうスピードで上がってきた。北鶴がもうチャージ、第4コーナー回る。さあ外から1番の北鶴、中終わって9番の園田匠も突っ込む。九州王者福岡勢でワンツーとなりました。1番9番800を切りました。長尾健太が9番の佐伯達也を抑えて、4番手は平層、先頭が5番近藤隆二。打掌周回の第2コーナーです。車を進めていく3番長尾健太、近藤隆二は引きます。ここで9番車佐伯達也がジャンと止めに仕掛ける。3番長尾健太も踏み込む、
指導権争いとなります。第4コーナー回りました。長尾健太、外に9番佐伯達也。佐伯達也は行ききれず、一旦3番手に入りました。迎える2番三宅慎が4番手、5番近藤隆二は現在7番手。2コーナーからバックストレッチ、近藤隆二が仕掛ける。近藤隆二がまくる。3番手から9番の佐伯達也も仕掛けようとするが車が出ない。大外から来たのは5番の近藤隆二が一気に来た。追走1番の佐藤隆二、8番の小杉がまくと離れた。4コーナー丸、5番の近藤隆二、追走1番の佐藤隆二、近藤隆二が先頭で5連5番1番そして4番佐藤和也。打賞周回、9番中石大が先行体制、1番三谷幸2番手、3番手固める伊予の高照、難関勢が中段、そして5番手に佐藤和信、8番手に3番山田芳彦です。ジャンが鳴っています。9番中石大が早くも孵化します。第4コーナーになってホームストレッチ、中西大が飛ばす。 400m 切る、車間を切る1番の三谷隆起、ここから来たのは7番佐藤和信、佐藤和信が追い上げてくる。3番手で一旦止まって2コーナー番手でまくり、1番の三谷隆起、そして5番車の伊予の高手、外に7番の佐藤和信、さらに今度は3番の山田芳彦もまくり上げてくる。200を切ってる2センター、3番山田芳彦2番手で上がった。内に7番佐藤和信、先頭は1番の三谷隆起だ。三谷隆起が先頭、3番の山田も伸びてくる。ここで落車があった。1番三谷隆起が先頭で5輪です。切りました。赤番を通過して1コーナーです。柳田和樹がまだ8番の小原忠を抑え込んだまま第2コーナーに向かいます。5番の高橋和也も踏み込んでいく。アウトコースから行くのは難関勢、ジャンとともに先行体制は難関勢。9番柳田和樹が先頭、8番の小原忠も外から仕掛けていく。第4コーナー待った。8番の小原が行く。3番車の江森が1回ブロックをしたがんですが、こらえて前に出た。武田豊樹2番手です。4番の藤田隆二が3番手で9番柳田和樹に絡まれて2コーナー、今度は5番の高橋和也のアタック。番手まくりは2番の武田豊樹、後ろは4番の藤田隆二、5番の高橋和也が襲いかかっていく。3コーナーがセンター、武田豊樹の外に5番の高橋和也が前に出た。後ろの1番の柴崎敦がいる。柴崎敦が追い込んでいく。柴崎が捉えてゴールインです。中部勢上位独占となりましたか。第11レース二次予選競争、稲垣が前に出ました。そしてアウトコースから動きを見せたのは1番の吉田拓也。吉田拓也現在5番手の外に上がっています。9番車の柳木博之が流しながら今ジャンです。1番の吉田拓也が1人で行きます。2センター、これを9番に稲垣博之がさあ突っ張るのか、さあ短期に来たのを見て、番手に飛びつくのか。石橋の拓也が出た。そして今度は2番の郡司航平が行く。郡司航平が行って1コーナー、1番吉田拓也を叩きました。6番の林内2番手、5番の岡村淳3番手、今度8番の菊池慶翔のまくり。菊池慶翔がバックタックして200を切って3コーナー、菊池慶翔が2番の郡司航平を捉えて先頭。後ろは7番の稲川翔がいる。3番の坂口康介が追いかける。さあ7番の稲川翔が先頭だ。稲川翔さん外から3番じゃ坂口康介。12レースの優秀競争。